介していこうと思います。ということで、まあお風呂上がり状態ですね。はい。で、最近オイルはこれをね使ってます。もうフィーノのね、フィーノがダイエットに成功したオイルです。めっちゃ細くなりましたよね、フィーノ。これを塗ってます。さっき塗っちゃったんです。これはもうなんか癖で、すいません。これを使ってます。もうね、気分に変えてる。今日はたまたまこれだっただけ。そうですね。で、そしたらまず化粧水を塗っていきます。あ、降っちゃった。化粧水はこの無印の敏感肌用高保湿タイプを使ってます。めっちゃいいよね。ごめん、画面揺れた。よし、塗れました。次にワセリン塗ってきます。いつもはこれでパックしたりたまにするんですけど、今日は気分的にしません。はい、パックは毎日やってなくて、そうそう、週に2回ぐらい。よし、そしたらこのねアイクリームを塗っていきます。これは涙袋に塗ります。鏡ないんで、この画面、はい、ベタすぎて、これを画面代わりにして、こんぐらいしよう。出しすぎて今日。これをね、涙袋をキワキワに塗る。で、反対側も塗ります。はい、塗れました。で、そしたらこれで塗って終わりじゃなくて、さらにね、ここの人差し指と中指でこう涙袋をこうどんどん押してマッサージをねしていきます。これ別に回数とか私特に決めてなくて、30回ぐらいこうやってます。で、目にクリームが入らないように気をつけてください。あと今日ごめんなさい、画面に洋服が映っちゃって、まあ、これはこれで生活感が出てていいかなと思って片付けてません。で、反対側もね同じように。この前っていうか結構前、1年前ぐらいに涙袋欲しいなと思って、そうなんですよね、涙袋マッサージって調べて押すといいって、あとウィンクとか目パチパチするといいとか書いてあって、そうなんだと思って、はい、ちょっとやってます。ウィンクはまあしてないんですけど、このマッサージをしてます。はい、できました。で、そしたら私ね、今ねここにね、この髪の濃いニキビがあるんですよ、ここで。これほぼなくて、ずっと絞って使ってるの。今あるかな、あったら塗ります。あ、はい、これをねここに塗ります。ちょっと放置します。ニキビ消えてきたけど、まだこの辺だね、まだ危ういんで、前にもクリームをつけて、ここにもね
はい、OK です。そしたら次にこの溶液、これ100均で買いました。これを塗っていきます。これなんかまつげに塗るといいって聞くので、とりあえずまつげにうっすら適当に塗って、あとは普通に肌に伸ばします。はい、OK です。できました。もうね、髪にオイルは塗っちゃってるんで、はい、どうしよう、塗ろうかな、せっかくだし。フィールのね、このダイエットに成功したヘアオイルを塗っていきます。よし、完成。はい、以上私のスキンケアでした。はい、皆さんもね、ぜひ真似してくれると嬉しいです。あ、でもね、自分に合ったスキンケア方法をぜひ探してみてください。ということで、それではバイバーイ。今日オイルつけすぎたんだよ。まあ、いっか、バイバーイ。